かかしの里を管理を任されました。はい。万葉の支柱の作り方っていうのは、まあぜひここにワイナリーを作りたい。お待ちしております。本日は NPO 法人大平山南山麓友の会の皆さんを取材したいと思います。代表の藤野さん、美中さん、小林さん、田中さんの4名です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。特に拠点として活動されているかかしの里でどういったことをされているのかお伺いしていいですか。はい、そうですね。NPO 法人を立ち上げた時にかかしの里をあれ栃木市の施設なんですけども、はい、まあ、我々が管理に使って管理を任されました、はい、そこで観光案内をまず第一にやっております、うん、それからかかしの里の、まあ、草刈り等ですね、緑地管理、こういったものを事業として受けて、はい、まあ、その辺をやっております。山のせっかくこんないい山があるんだから、はい、これを皆さんに知ってもらおうっていうんで、その山岳部にいた人とかそういう人たちにお願いしてトレッキングガイド始まったり、はい、あとは休耕地がいっぱい、まあ、今でも出てますけども、はい、その休耕地を有効利用しようということで七不思議農業体験やったり、やることがいっぱいあって、はい、遊ぶ暇がないです垣根みたいですよね、見た目。ああ、こう、はい、これがね、万葉の支柱の作り方っていうことになりますけど、品種は何ですか。これマスカットベリーで、まあ、生食にも使われてる。生食でも食べれるし、ワインでよく最近よくワインで使われてるんですよ。日本ワインではよく、最近赤ワインはこれね、はい、人気ありますよ、ね、増えてきてるんですか。はい、多いです。今までで一番出来がいい。あ、出来がいい。いいお話が聞けましたね。ブドウがこう均一になってますけど、これはなんか仕立て方によるものですか。最初大体2房か3房になるんですけど、はい、1つの房に栄養分が集中するように、はい、最終的にはこの1つ。あ、この1枝に1房っていう風にしてらっしゃるんですね。我々が作ってるワインはこの大平町での土地で、ブドウ団地の中で作ったブドウ 100% のワインを作ってます。今は代表として、はい、なんかこう心がけていることとかございますか。はね、やっぱり一般の会社と違う集まりなので、はい、皆さんいろんな経験されてきてるので、はい、やっぱり個人の考えを尊重して、うん、でもうみんなフラットな立場で、まあ、たまたま私は理事長という肩書きやるけども、全くそういう肩書きは我々のところにはないのでね、そういう、フラットな付き合い、まあ、自由に意見を自分のやりたいことをこうしたいああしたいということでやっていけるっていう、うん、そういう雰囲気なので、うん、まあ、それを大切にね、もうそれがずっと先代から引き継いできてやってるのでね、それを大切にしてます。見てる方が、じゃあ私もちょっと大平さんにちょっとかかしの里行ってみようかしらなんて思ってくれたらいいですね。その中にもだんだんするみんな年取ってきてるからね、はい、若い人がじゃんじゃん入ってもらえればね、はい、いいと思うんですよね。ワインを最近4年前から免許取って販売を始めてるので、はい、まあ、ぜひここにワイナリーを作りたいという、まあ、ちょっとね、大きな目標ですけどもに向かって、まあ、ちょっと日々いろんな活動をしています。この西山田かかしの里に遊びにいらしてください。お待ちしております。待ってます。